度死んだはずの浦飯雄介は霊界での試練を乗り越え小閻魔に生き返ることを許された。霊界伝言役牡丹は小閻魔からの新たな使命を伝えた。霊界の邪気が人間界で引き起こす事件を解決せよ。雄介は霊界探偵に任命されたのである。三匹の妖怪、比叡、鞍馬、豪鬼。緊急事態だ、緊急事態だ。霊界大秘蔵館に3名の盗賊が侵入。そんなのに構ってないでさっさとしろ。追っ手が来るぞ。盗賊は三大夫を奪い逃走中。人間界に逃げ出す前に必ず逮捕せよ。ゆうすけ、ゆうすけ、ねえ起きて、ねえ起きてったら。なんだよまったく。起きた、よかった。だからもう大丈夫だって言ってんだろうが。なんだよまだ6時じゃねえかよ。だってまたこのまま寝っぱなしになるんじゃないかって心配なんだもん。俺が生き返って以来、お袋は毎朝この調子だ。ま、俺の復学を取り付けてくれたんだから文句ばかりは言ってられねえか。すげえな、黄金の竜が巻きついた開運の万年筆か。オーダーメイドで世界に一つしかないんだ。もし裏飯が生きてたらくれくれってしつけえだろうな。いや、あいつがいたらとっくに力ずくで自分のものにしてる。それもそうだ。楽しそうだな、俺も仲間に入れてくれよ。うわ、久しぶり。お化けだ。人を幽霊扱いしやがって。しょうがないでしょ。みんなまだユウスケが生き返ったこと知らないんだから。稽古ジロジロ見てんのよ。あ、いや、なんでも。グズグズしてると遅刻しちゃうわよ。うるせえな、分かってるよ。おい、あいつ裏飯だ。え、裏飯だ。あいつ死んだんじゃなかったのか。生きてたのかよ。足が…お化けじゃないよ。それにしてもひでえ嫌われようだな。嫌われてんのは昔からでしょ。ち、生き返るんじゃなかったかな。お、クワバ。お前の気持ちよーくわかった。俺が今すぐ地獄に送り返してやる。つくづく運のねえ野郎だぜ。クワバラさん、霊吉の件のお礼言うんじゃなかったんすか。うるせえ、喧嘩のキリをつけるのが詐欺だ。変わり映えしねえ生活。ほら、道の真ん中に突っ立ってないで早く教室に入れ。ユウスケ、竹中、もう頭きた。今日はこのままサボってやる。子供みたいなこと言ってんじゃないの。死んでもバカが治らんかったらしいな。行くぞ。へい。なんだと。ゴキブリのようなやつだな。俺は貴様のようなクズの復学は絶対に認めない。必ずこの学校から追い出してやる。裏飯は小便だって。復学早々サボりってわけか。ああ、このまま吹けっかな。なんだよ、こんな真夜中に呼び出して。元気出してもらおうと思ってね。小閻魔様よりあんたにプレゼントを持ってきたのさ。じゃーん、霊界探偵アイテムその1、冷凍レンズ。これがあれば壁の向こうや隠れたものを透視することができるの。うん、何見てんのよ。あのな、言っとくけど探偵なんかやるとか俺はまだ一言も言ってねえからな。別にいいよ、小閻魔様に頼んで霊界に逆戻りさせてあげても。いい性格してんな。自分でもそう思う。
ところで霊界アイテムは使うだけで霊パワーを消耗するから一個ずつ使いこなせるように頑張るのよ。あれ？ないよ。どうした高井？開運の万年筆がないんだよ。大工の授業の前はあったのに。あれ？俺の時計もねえよ。あ、私のキーホルダーも。ああ、寝た。なんだよ、何見てやがる。まさかあんたたち、ゆうすけのこと疑って。だって、体育の時いなかったのは彼だけだぜ。明白じゃないか。どうした、何を騒いでるんだ。俺じゃねえって言ってんだろうが。しらばっくれ。岩本君、彼が取ったという証拠でもあるのかね。どう考えたってこいつ以外いませんよ。こいつがいない間は盗難騒ぎなど一度もなかったんですよ。母親が見苦しい泣き落としで復学を認めさせたらしいが、行いの見苦しさは親譲りか。てめえ、俺のことだけならいざしやす。殴れ。そうすれば貴様はすぐに退学だ。よくも俺のおふくろのことを。エンマ、大事件の発生だ。霊界大秘宝館から闇の三大秘宝を盗み出した犯人が人間界に逃げ込んだのだ。この忙しい時に何だよてめえは。あ、心配すんな。こいつには何も見えんし何も聞こえん。こっちは今そんな子じゃねえんだよ。アホ、それはこっちのセリフだ。3つの宝を悪用されたら人間界がとんでもなく危険な状況になるから、霊界探偵の活動をしろと言っているのだ。じゃあ、こんなこと言ったって濡れ衣を晴らさなきゃ出動できねえだろうが。真犯人は目の前のこいつだ。ボタンにもらった冷凍レンズで奴のポケットを見てみろ。見える。さっさと片付けろ、アホ。何やすん。これは一体どういうことですかな。俺は知らんぞこんなもの。貴様、俺のポケットに入れやがったな。いつか貴様の悪さを暴いてやるから覚悟しとけよ。待ちたまえ、まだ話は終わってないぞ。待つんだ岩本君。あの野郎、よくも抜け抜けと。これで無罪放免だ。捜査に受け。いや、まだ済んでねえ。あいつを思い切りぶん殴る。晴れたのに教師を殴ったら元も子もねえだろうが。俺の気が済まねえんだよ。じゃあ見えないようにやれよ。アホ、できるかそんなこと。できるようになったのだぞ。右手の人差し指に全身の力を集めるつもりで気持ちを集中してみろ。おい、指先が熱くなって。さあ、それで狙いをつけて撃ってみろ。心で念じて心で引き金を引くのだ。本当かよ。あれ、岩本。あ、どうした岩本君、しっかりしたまえ。すげえ。それが霊眼だ。霊眼。人間はオーラと呼ばれる霊気を体内に持っている。お前はそれを指先に集中して放ったのだ。パンチの何倍もの威力の力をな。だが使う時には気をつけろよ。今のお前の霊パワーでは1日1発が限度だからな。切った人間を全て魔物に変えてしまう光魔の剣、満月の日に魔力を放つ暗黒鏡、そして人間の魂を、特に好んで子供の魂を吸い取るガキ玉、これが闇の三大秘宝だ。秘宝が万一人間の手に渡ったり、妖怪たちが人間に乗り移って悪用したりしたらえらいことになる。とにかく今人間界で動けるのはお前しかいない。妖怪盗賊から一刻も早く三つの宝を奪い返してくれ。まあしょうがねえか。
せっかく生き返ったんだ。ちっとは世の中のために働かねえとな。頼んだぞ、ユウスケ。しかし、こんだけの人間の中からどうやって犯人を探せってんだよな。やめだやめだ、こんな人がいて見つかるわけねえよ。なんだ、妙な気配を感じる。おい、子供が急に倒れたぞ。貧血じゃねえのか。人間の魂を特に好んで子供の魂を吸い取る。案外早く見つかりそうだな。貸してくれよ。待て、今それどころじゃねえんだよ。そう言わずにさ。だからそれどころじゃねえって言ってんだろ。うわぁ、くそ。コエンマ様、三人の資料が届きました。ん、さっさと始めろ。はあ、クラマ、前科なし、神出鬼没でいくつもの顔を持つ。ヒエ、同じく前科なし、正体不明、目的のためには手段を選ばない非情な性格。ゴーキ、前科12犯、魂を食う鬼で恐ろしい怪力の持ち主、今まで十数人の追跡者を殺している。以上です。やはりこいつらだったか。どういうおつもりですか。やはり来たか。三人ともとてつもなく強い霊力の持ち主です。今のユウスケの力じゃ返り討ちに遭うに決まってます。ユウスケを殺す気ですか。私だってユウスケには小さな事件から担当させて霊パワーが成長するのを見守るつもりだった。だがこの事件に関しては時間がないのだ。時間がないったって少しくらい訓練を積ませることはできるでしょう。1週間でどんな訓練ができる。1週間、事件解決まで1週間の猶予しかないんですか。どうして。1週間経つと親父が出張から帰ってくる。エンマ大王様が。もし親父が戻ってきて3つの宝が盗まれたことを知ったら。もしかして私たちこっぴどく叱られますか。それどころじゃない。親父が怒ったら人間界にだってとばっちりが行くぞ。そんな身勝手な。地震なら関東大震災クラス。もしかしたら富士山の爆発だってありうるぞ。だからユウスケには1週間、その間に人間界のためにも死んでも宝を取り戻してもらわんとならんのだ。ユウスケならそれだけの力を秘めているかもしれない。わかりました。
このボタン、早く戻ってその旨伝えてまいります。頼んだぞ、ユウスケ。よっ。くそ、どこ行きやがったんだあの野郎。え、いい気分だな。切った人間を全て魔物に変えてしまう高魔の剣、どうだ。こいつであんな人面獣を戦闘ぐらい作るってのは人を食らうやつをな。そりゃいいや、ヒエ。そいつらの餌は豪気様が作ってやるからよ。このガキ玉で。あとは満月の夜にクラマの暗黒鏡を使えば人間界は俺たちの手に入る。悪いが、俺は手を引かせてもらう。何？どういうことだクラマ。まさか仲間を抜けるってわけじゃないだろうな。その通りだ。腰抜けめ。潜伏するうちに人間界の生活にどっぷりはまり込んでしまったらしいな。そんな野郎に宝を山分けする義理はねえ。さあ、その鏡を消しろ。それはできん。俺にはこれが絶対必要だ。それなら腕ずくでも取り返す。おっと待て。ちょっと雨宿りさせてもらっていいかな。宝は3つともこっちに渡してもらう。仲間割れはその後でゆっくりやれよ、盗賊さん。なぜ俺たちや宝のことを知っている。誰だてめえ。待ってたぜそのセリフ。聞いて驚けよ。霊界探偵浦飯雄介様だ。霊界探偵。霊界に選ばれた追跡者だな。それにしちゃ全然霊力を感じないな。こんな奴は一撃で殺せそうだ。おい、どうした。悪いが、今まだ捕まるわけにはいかないんだ。待てクラマ、こっちの話も終わってないぞ。おいこら、人がせっかく訪ねてきたのに失礼な奴らだ。がっかりするな。俺は奴らよりは礼儀正しい。宝が欲しけりゃ力ずくで奪ってもいいんだぜ。いい度胸だ。吠え面かくなよ。ただし腹ごしらえするまで待ってろ。ガキ玉。この玉は便利でな、人間の魂を吸い取ってくれるんだよ。肉体ってやつはまずくて食えねえ。早く始末しねえと大騒ぎになって面倒だろう。その点ガキ玉を使えば簡単に済む。思う存分生きのいい魂を喰らい放題ってわけよ。それはさっき倒れた子供の魂か。察しがいいな。あう。てめえ。吐き出せ。もうやろう。け、見かけ倒しのやつ。魂も無事あの子の元へ戻っていくようだな。あと2つか。あ、人間にしてはやるな。無理すんなよ。おい、マジで入れたんだ。立ってるのがやっとなはずだぜ。幽魂鬼、人間の魂をこの上なく好物にしている鬼。魂を取り出すために殺した人間の体を引き裂く鬼である。お前冗談だろ。こんな化け物と戦えなんて、コエンマの野郎。逃げ足も早いな。そうだ、レーガンを使えば。ダメだ、光らねえ。1日1回が限度だからな。そっか、今日1回
回使っちまったんだ。魂につける一番うまいスパイスを知ってるわ。それは苦痛と恐怖だ。マジでぶっ殺される。どんな願いも叶えてくれる闇の巨峰暗黒鏡、こいつを持ってるクラマが俺の前に現れやがった。霊界のお尋ね者って話だが、俺にはこいつがそんなに悪人だとは思えねえ。奴には何か秘密がありそうだな。よし、ここは俺の出番ってわけだ。次回、クラマの秘密、母と子の絆。伊達にあの世は見てねえぜ。